どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はね、特旅マイルキャンペーン ANA のね、必要マイル数が少なくなった路線をね、特旅マイルキャンペーンね、今回も紹介していきたいと思います。対象路線とね、対象、必要マイル数ね、ここにガンって出しておきますんで、ぜひね、こちら参考にしていただいて、まあ、いつも使う路線とかね、まあ、帰省とかで使ってる路線が、まあ、このタイミングでね、行ける方はね、ぜひ、狙っていただきたいなと思います。本当にいつものね、マイルの、まあ、半分ぐらいのね、マイルで行けちゃったり、それ以下のマイル数の時もありますんでね、ぜひね、見ていただけたらなと思います。で、今回の、予約期間は、12月11日の水曜日から12月の17日の火曜日。対象路線、搭乗期間ですね、12日から、18日となっております。まあ、特旅マイルはね、毎回のように言ってますけども、前日までね、空いていれば、席を抑えることができますんで、まあ、思い立った時にね、パッて行けるっていうのはね、非常にいいですよね。で、こちらね、毎回言ってます。インターネットのキャンペーンですので、予約から発券まで全てね、インターネットの、サイト、もしくは、携帯のアプリでね、完了させる必要がありますんで、こちらね、間違いなくどちらかでやってくださいね。デスクに連絡して、発券してしまうと、こちらは普通のマイル数がね、取られてしまいますんでね、気をつけてください。で、今回の、対象路線ね、は、こちら見ていただければわかると思うんですけども、やはり今回ですね、また東京、羽田、札幌、千歳間ね、復活しましたね。しかも片道3000マイル。ここね、本来7500マイル区間なんで、かなり下がってますよね。うん、これはありがたいですよね。プラスして東京、帯広、羽田、帯広間も、7500マイル区間が3000マイルということなんで、まあ、今ね、この特旅マイルキャンペーン期間で行くとですね、まあ、本来片道で7500マイルかかるところが、まあ、往復でね、6000マイルで済むってことなんで、まあ、本来ね、普通の期間で行くより、まあ、半分以下で行けるんですよね。いや、この東京札幌間はすごいですよね。しかももう12月の半ばで、この路線もね、決して人気がない路線ではないと思いますんで、まあ、おそらくですけど、まあ、今年最後だと思うんですよね。この特旅マイルキャンペーン自体も。ですんで、まあ、最後にね、すごいいい路線を盛り込んできてくれたのではないかなと、まあ、個人的に思ったりしております。まあ、ずっとね、見てきましたけども、ちょっとね、前回だけね、ちょっとニューヨークでね、私いましたんで、ちょっとね、撮影ができませんでしたので、申し訳ない限りですけども、ちょっとね、前回抜けてしまったんですけども、でも今回これすごいですね。うん。もう特にね、この東京、札幌、東京、帯広、もしね、予定合いそうな方はね、ぜひ狙って、北海道楽しんでいただけたらなと思う次第ですね。うん。まあ、普通のマイル数の半額マイルですからね、普通に行ったら多分2、3万は絶対往復ですると思うんですけどね、それだけじゃ2、3万で多分往復効かないんじゃないですかね。下手すればもっとかかると、そうですよね。うん。もっとかかると思いますね。往復で多分4、5万かかるんじゃないですかね。おそらくですけどもね。ですけども、これがまあ6000マイル。うん。往復で6000マイルで行けちゃうってなったら結構いいですよね。うん。そうですね。まあ今回まあ、他のエリアはまあ、いつも通りっていう感じで、まあここがすごいみたいなところはね、他にはあんまり、見られない感じですかね。やはり東京、札幌、東京、帯広はね、ちょっと強烈すぎてね、それ以外はちょっと、あんまり、ピンとくる感じがしないですね。うん。やはり東京、札幌、東京、帯広、ぜひ狙ってみてください。まあ今回はね、ANA のね、特旅マイルキャンペーン、紹介させていただきましたけども、まあこの動画ね、本当に、キャンペーンの、表、見づらいですよね。うん。それが見づらいんで一気にね、見れたらいいなって、まあ私自身がね、すごい、このキャンペーン始まった時に思ったんですよね。まあ3000マイルがこれで、4000マイルがこれで、みたいな感じで、非常に見づらかったんで、まあ一気にバンって見れたらいいなと思いまして、この動画ね、作ってるんですね。ですので、まあまあ対象路線がね、一気にバンって見れたらね、それでもう、便利じゃないですか。
まあそんな感じで使っていただけたらなと思ってこの動画毎回作ってますんで、ぜひね、まあさらっと見ていただいて、まあ対象路線をね、見ていただいて、まあパッとね、行けそうな路線があったらね、ぜひ、利用してみてはいかがでしょうか。こちらね、毎回言ってるんですけども、国内のね、特典航空券の、使用済みのね、航空券は、デルタ、500マイルキャンペーンでしたっけ、使用済みのね、使用済み、まあ、国内の特典航空券を、申請するとですね、500マイルもらえるんですよね、デルタのマイレージが。ですんで、まあ、これ完全無料のキャンペーンなんで、ぜひね、こういう、まあ、このキャンペーンに限らずね、国内の ANA のね、特典航空券で、利用できますんで、ぜひね、申請するようにしてくださいね。まあ、チリも積もめれば、まあ、デルタのね、特典航空券になりますんで、まあ、デルタのね、マイレージサービスも、有効期限がありませんので、まあ、ずっとね、貯めていけば、まあ、いつかね、特典航空券、まあ、利用したい路線がね、貯まれば、そこでね、まあ、無料で発券することもできますんで、まあ、いいですよね。うん、貯めるだけで、まあ、無料ですから、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。